源氏物語、柏木、紫式部、与の野き子役、死ぬる日を積みむくいなど玄吹き和の涙、ににざる日の雫をつ、あき子、上門の髪の病気は解放に向くことなしに春が来た。 父の大臣と母夫人の悲しむのを見ては、死を願うことは重罪に当たることであると一方では思いながらも、自分は決して惜しい身でもない。子供の時から持っていた人に違った自尊心も、ある一つ二つの場合に得た失望感から歪められて以来は遠征的な思想になって、出家を志していたにもかかわらず、親たちの嘆きを帰り見ると、 この穂出しが豚腺の実を挙げさすまいと考えられて、事故を紛らしながら俗世界にいるうちに、ついに生きがたいほどの物思いを同時に二つまで重ねてする身になったことは、誰を恨むべくもない事故の過ちである。神も仏も明星を垂れたまわぬ境界に落ちたのは、皆全生での悲しい約束ごとであろう。誰も永久の命を持たない人間なのであるから。 少しは惜しまれるうちに死んで、簡単な同情にもせよ。恋しい方に哀れだと思われることを自分の恋の最後に報いられたことと見よう。強いて生きていて自己の悪名も立ち、なお自分をもあの方をも苦しめるような道を進んでいくよりは、無礼であるとお憎しみになる因も、死ねば全てをお許しになるであろうから、やはり死が願わしい。 その他の点で過去に因のご感情を害したことはなく、長く恩講を得ていた以前のご愛情がしによって蘇ってくることもあるであろうとこんな風に思われることが多い哀れな絵文徳であった。なぜこう単事実の間に自分をめちゃめちゃにしてしまったのであろうと反問して、苦しい涙を流しているのであるが、病苦が少し楽になったようであると。 家族たちが病室を出て行った間にエモン徳は女さんの見合いを送る手紙を書いた。もう私の命の胆石に迫っておりますことはどこからとなくお耳には言っているでしょうが、どんな風かともお尋ねくださいませんことは最もなことですが、私としては悲しゅうございます。こんなことを書くのにもエモン徳は手が震えてならぬために、書きたいことも書きさして先を急いだ。 今はとても縁煙も結ぼ惚れた絵の思いの名をや残らん。だわれであるとだけでも言ってください。それに満足します心を、暗い闇の世界へ入ります道の巧妙にもいたしましょう。と結んだのであった。小地中にもなお懲りずに神は恋の苦痛を訴えてきた。直接もう一度あなたに会って言いたいことがある。とも書いてあった。 生児中も同女時代からおばの縁故で親しい工場があったから、大それた恋をする点では、迷惑な主人筋の変わり者であると面倒には思っていたものの、生きる望みのなくなっている様子を知っては悲しくて、泣きながら、このお返事だけはどうかなすってくださいまし、これが最後のことでございましょうから、と見合い申し上げた。 私だってもういつ死ぬかわからないほど命に自信がなくなっているのだから、そうした気の毒な容態でいる人としてだけに同情もされるけれど、私はもう苦しめられることに懲りているのだから、返事などをしてかかり合いになるのは非常に嫌に思われる。こう言いになって、宮は加工と遊ばさない、自調心が終わりになるのではなくて、 これは因のお心にご自身の遊ばされた過失の影が折々刺して、悩ましいご様子をお見せになることもあるのを、恐ろしく苦しいことと深く思っておいでになるからである。庄子獣はそれでも硯などを持ってきて攻め立てるので、しぶしぶお書きになった宮のお手紙を持って、酔い闇に紛れてそっと庄子獣は絵門の髪のところへ行った。 大臣は大和のカツさんから呼んだ上手な評判のある主言者にこの晩は紙の家事をさせようとしていた。祈祷や度胸の声も騒がしく病室へ入ってきた。人が進めるままに世の中へ出ることをしない構想などで、世間からもまたあまり知られていないような人も、 遠い土地へ息子たちを派遣などして呼び迎えてエモン徳の病気に貢献の現れることを期している大臣であるから、見て感じの悪いようなやひな層などが後へ後へとこの頃はたくさん来るのである。病人は何という名の病患でもなくて、ただ心細い風に時々泣き入っていたりするのを、恩用字なども多くは女の霊がついていると占っているので、 そうかもしれぬと大臣は思い、絶えつきものを移そうとしてもなんだもののけの手がかりが得られないのに困り、こうして音国の主言者などを呼び集めることもするのであった。今度山から来た僧も大男で、恐ろしい目つきをして荒々しくダラニを読んでいるのを、エモン徳は、ああ嫌になる。私は罪が深いせいなのか、ダラニを大声で読まれると恐ろしくて、 ますますそれで死ぬ気がする。と言いながら病床を出て、生児中のいるところへ来た。大臣はそんなことを知らず、病人は寝入っていると女房たちに言わせてあったのでそう信じて、密かにこの山の僧と語っていた。大臣は年が行ってもなお華やかな派手な人で、よく笑う性質なのであるが、こうした不別するに値する山の主元僧と向き合って、 レモン徳の病気の当初から、その後何ということなしに重くばかりなってゆくことなどを細々と語っていた。どうかあなたの力でもっけが正体を表してくるようにやってほしいものです。とも信頼した風で言っているのも哀れであった。少子中、聞いてごらん。何の罪で私がこうなっているかをご存じないものだから。 女の霊がついているなどと誤魔化されておいでになるが、あの方以外に女として引くもののない私の心へ、あの方の霊が真実表意でいてくれるのなら、嫌でならない自分の身もありがたくなるだろうよ。それにしても大それた恋をして、あるマジいカ失を引き起こして、人の女を怪我し、自身を顧り見ないようになる人は自分だけではない。 昔の人にもあった罪なのだと自ら慰めようとするがね。そんなことで私の心は救われないのだよ。相手があの方なのだから、自責の念に応えられまいではないか。生きていることももう眩しくてならなくなったというのは、昔から世の中の人が言うように、一種特別な光の沿った方らしい。大罪人でもないのに。 お顔を見合わせた瞬間から私の心は混乱してしまって、抜け出したコンパクが六条院をさまよっているようなことに気がついた時には君、まじないをしてくれたまえ、などと、衰弱して殻のようになった姿で、泣きも笑いもして絵文の神は語るのであった。宮が非常にお恥になっているご様子、物思いばかりをしておいでになるということも招知銃は告げた。 自身が今冗談で言い出したことではあるが、その宮を置いたわしく、恋しく思うコンパクはそちらへ行くかもしれぬというような気もえもんとくわして一層思い乱れた。もう宮様のお話は一切すまい。不幸で短命な生涯に続いて、その執着が残るために未来をまた台無しにすると思うのが辛い。 心苦しいあのことを無事にお済みましになったとだけはせめて聞いて死にたい気もするがね。私たちを繋ぎ合わせた目に見えぬものを私が夢で見た話なども申し上げることができないままになるのが苦痛だよ。と言って深く髪の悲しむ様子を見ていては、少子重も答えきれずなって泣き出すと、その人もまたなく、ろうそくをともさせてお返事を読むのであったが、 それは今も弱々しい儚い筆の後で、美しくは書かれてあった。ご病気を心苦しく聞いていながらも、私からお尋ねなどのできないことは推察ができるでしょう。残るだろう、とお言いになりますが。たち、ひてぎえやしなましゆきことを思い乱れるる煙比べに、私はもう長く生きてはいないでしょう。内容はこんなのであった。 レモン徳は宮のお手紙を非常にありがたく思った。このお言葉だけがこの世にいるうちの最も嬉しいことになるだろう。儚い私だね。リッソを強く徳は泣き入って、またこちらからのお返事を、横になりながら休み休み書いた、鳥の足跡のような字ができる。幾へ泣き空の煙となりぬとも思うあたりを立ちは離れじ。 とりわけ夕方には空をお眺めください。人目をおはばかりになりますことも、対象が実在のものでなくなるのですからいいわけでしょう。そうしてせめて永久に私をお忘れにならぬようにしてください。などと乱れがきにした。病気に答えられなくなって。ではもういいから、あまりふけないうちに帰っていって、宮様に。 こんな風に死が迫っているということを申し上げてください。どうした前生の因縁からこんなに道に外れた思いが心に染みついた私だろう。泣く泣く病床へえ徳はいざり入るのであった。平成はいつまでもいつまでも長寿獣を前に置いて、宮の噂を一つでも多く話させたいようにする人であるのに、今日は言葉も少ないではないかと思うのも物哀れで、 生児獣は出ていけない気がした。容体をおばの目のとも話して大泣きに泣いていた。大臣などの心痛は非常なもので。昨日今日少し良かったようだったのに。どうしてこんなにまた弱ったのだろう。と騒いでいた。そんなにご心配をなさることはありません。どうせもう私は死ぬのですから。とえもんの髪は父に言って、自身もまた泣いていた。 そんな丹宮はこの日の夕方頃からご異常の兆しが見え出して悩んでおいでになるので、経験のある人たちがそれと気づき、騒ぎ出して院へご報告をしたので、院は驚いてこちらのご殿へおいでになった。お心のうちではなんだ不純なことがなくて、こうしたことに遭うのであったら、珍しくて嬉しいであろうとおぼしめされるのであったが、人にはそれを気取らすまいとおぼしめすので、 主言の僧などを急に迎えることを命じたりしておいでになった。手法の方はずっと前から続いて行われているので、祈祷の貢献をよく表すものばかりを今度はお集めになって家事をさせておいでになった。一晩中お苦しみになって日の昇る頃にお産があった。男くんであるということをお聞きになって。 また院は隠れた秘密を要望の似た点などで誰の目にも映りやすい男であることが苦しい。女はよく紛らすこともできるし、多くの人が顔を見るのでないからいいのであるがと思いになった。しかし素性の紛らわしいことは男の身にあっても良いが、どんな高貴な方の母になるかもしれぬ女性は生まれが確かでなければならぬ点から言えば、 これがかえって良いかもしれぬとまた大思い返しになった。忘れることもない自分の罪のこれが報いであろう。この世でこうした思いがけぬ罰にあっておけば、五世で受ける咎がは少し軽くなるかもしれぬなどとお考えになった。宮の秘密は誰一人知らぬことであったから、尊気な内心王を母にして最後にお儲けになった若君を、因はどんなにお愛しになるだろうという想像をして、 剣士たちは大掛かりな支度をご出産祝いにした。六条院の各夫人から産出への見舞い品、宿品は様々に衣装残らされたものであった。お式、追加さね、高月などの作らせようにも皆それぞれの個性が見えた。五日の夜には中宮の大部屋市内があった。母宮のおし資料をはじめとして、 それぞれの階級の女房たちへ分配されるものまでも、置き先の遊ばすことらしく派手に揃えてお使わしになったのである。三府の宮への五湯、五十組の弁当、三回した諸管理への共応の趣向、六条院に奉仕する人々、院の長の役人、その他にまでも砂糖のあるお料理を交付された。 院の天井人とともに中宮職の諸院は太夫をはじめ皆参っていた。7日の夜には宮中からのお産やしながあった。これも朝廷の重い押しで重々しく行われたのである。太城大臣などはこの祝賀に喜んで奔走するはずの人であったが、子息の大病のために他のことを思う間もない風で、ただ普通に祝品を送ってきただけであった。 宮形や交換の参画も多かった。院内にもこの若君を珍重する空気が濃厚に作られていながら、院のお心にだけは周知をお感じになるようなところがあって、宴席を華やかにすることなどはお望みになれないで、音楽の遊びなどは何もなかった。女さんの宮は弱いお体で恐ろしい大役の出産を遊ばした後であったから。 まだ思い湯などさえおとりになることができなかった。ご自身の白命であることをこの際にもまた深く大思われになって、この衰弱の中で死んでしまいたいとも大思いになるのであった。銀は人から不信を起こさせないことを期して、上手に表面は繕っておいでになるが、生まれたばかりの若君を特に見ようともなされないのを、置いた女房などは、ご愛情が薄いではありませんか。 久しぶりにお持ちになった若様が、こんなにまで綺麗でいらっしゃるのに、などと言っているのを、宮は片耳におはさみになって、この薄いと言われておいでになる愛情は、成長するにつれてますます薄くなるであろうと、因がお恨めしく、過去のご自身も恨めしくて、天になろうというお心が起こった。夜などもこちらの御殿で因はお休みにならずに、 昼の間に時々お顔をお見せになるだけであった。人生の無常をいろんな形で見ていて、もう自分は未来が短くなっているのだからと思うと心細くて、ふつつとめばかりをする癖がついて、産屋の騒がしい空気と自分とはしっくり合わない気がされてたびたびは来ないのですが、気分はどうですか少しさっぱりしたように思いますか気の毒ですね。 お言いになりながら陰は基調の上から宮をお覗きになった。宮は頭を少しお上げになって、まだ私には心よくなる自信ができません。でね、こんな際に死んでは罪が深いと聞いておりますから、天になりまして、その苦毒である意は生きることができるかどうか試したくもありますし、私、ま、にましても罪が軽くなるでしょうからと思われまして、そういたしたくなりました。 平成にも水をなびてお言いになった。とんでもないことですよ。なぜそうまで悲観するのですか。んをすると誰も皆そんな風に恐ろしく不安になるものですが、幸運だ人が皆死ぬものではありませんからね。気を沈めるようになさい。そんなことは言わずに、と因はお言いになった。お心の中ではその希望が自発的に起こったのなら、 そうさせてしまった方が自分の心が楽になって、深く今後もこの人を愛することが可能かもしれぬ。今までと同じように取り扱っていても、同じにならぬものが自分の心にあってはおかわいそうである。自分ながらも以前の愛情がこのまままた帰ってこようとは思われない。自分はどんなに努めても暗い霧が心を横切ることは免れまい。 自然宮への愛が薄くなったように他人が思うことも予想され、その時の宮のお立場も苦しかろうと思われる。法王がお聞きになっても自分が悪いことにばかりなるであろう。病気に託してそうさせしようかと思われになるのであったが、またそれを実現させるのが惜しくも哀れにもう思われになり、若森の姿を天に変えさせるのも残酷におぼしめされて、 ぜひとも強く生きようとお勤めなさい。この上層まで悪くなるわけはありませんよ。もうダメかと思われていた人さえ治ってきた例が近いところにあるのですから、それを思うとまだこの世は頼みになりますよ。などとお言いになって、左右を進めたりして陰はおいでになるのであった。宮のお顔色は非常に青くて力もない風に寝ておいでになるが、 頼りない美しさをなしているのをご覧になっては、どんな過失があっても自分のうちの愛の力が勝って許し得るに違いないのはこの人であると因はおぼしめした。みてらの因は、珍しい出産を女さんの宮が無事にお済ませになったという方をお聞きになって、非常にお愛になりたくおぼしめしたところへ、続いてご用体のよろしくない頼りばかりがあるために、 先進にふつつとめもおできにならなくなった。衰弱しきった方がまた幾くも物を召し上がらないでおいでになったのであるから、いっそ頼み少なくお見えになる宮が、長いことお目にかかれずに暮らしておりました頃よりも、もっともっと私はお父様が恋しくてなりませんのに、もうお目にかかれないまま死んでしまうのでしょうか。と言って、非常にお泣きになったので、 六条院はそのことを人から法王にお伝えさせになると、法王は耐え難く悲しくおぼしめして、よろしくない行動であるとはおぼしめしながら、人目をはばかって夜になってから六条院へにわかにみゆき遊ばされた。ご主人の院は驚きになって、恐怖の意を表しておいでになった。もうこの世のことは帰り見ますまいと決心していたのですが。 こうなってもまだ迷うのはこう思う道の闇だけで宮が渋滞だと聞くと普通のお勤めも怠るばかりで恥ずかしくてなりませんが、誰が先とも後とも定まらない人の命であれば、会いたがる子に会ってやらずに死なせましたら、親の心残りが道の妨げになる気がするので、人間世界のそしりも無視して出てきたのです。法王はこう応せられた。 ご創業ではあるが縁なところがなお残って懐かしいお姿に大うなご報復などは召さずに隅染め衣の簡単なのを恩味にお付け遊ばされたのがことに感じよくお美しいのを、瓶は羨ましく拝見されて、例のようにまず落類を遊ばされた。御用代はなんという名のある病気ではないのでございますが、今まで衰弱が甚だしゅうございましたところへ、 お食欲のないことが渋滞に導いたのでございます。などと六条院はお話になって、失礼な場所でございますが、と、宮のお休みになった帳ばり台の前へお敷物の座を作って鳳凰をご案内された、宮尾女房たちが色々とお引き繕いしてご解放をしながら、宮尾もお床の下へお下ろしした、鳳凰は間の基調を少し横へお押しになって、 夜井の火事の僧のような気はしても、まだ貢献を表すだけの修行ができていないから恥ずかしいが、会いたがっておいでになった顔をそこでよく見るがいい。と法王は仰せられて目をお吹きになった。宮も弱々しくお泣きになって。私の命はもう助かるとは思えないのでございますから、おいでくださいました。この機会に私を甘に遊ばしてくださいませ。 こう言いになるのであった。その志は結構だが、命は予測することを許されないものだから、あなたのような若い人は今後長く生きているうちに、迷いが起こって、世間の人にそしられるようなことにならぬとは限らない。慎重に考えてからのことにしては、などと法王はお言いになって、六条院に、こう進んで言いますが、 すでに既得な場合とすれば、しばらくもその志を実現させることによって仏の名字を得させたいと私は思う。と仰せられたこの間からそのことをよくお話になるのですが、もののけが人の心をたぶらかして、そんな風のことを進めるのでしょうと申して私はご同意をしないのでございます。もっけの勧めでそれを行うと言っても、 悪いことは止めなければなりませんが、衰弱してしまった人が最後の希望として言っていることを無視しては、後悔することがあるかもしれぬと私は思う。法王の王伏せはこうであった。お心の内では限りもない信頼を持って託しておいた内心のを妻にしてからのこの院の愛情に飽きたらぬところのあるのを何かの場合によく自分は聞いていたが、 恨みを自分から言い出すこともできぬ問題であって、しかも世間に取り沙汰されるのも忍ばねばならぬことを始終残念に思っているのであるから、この機会に決断して天にさせてしまうとしても、夫に捨てられたのだと、世間から超馬されるわけのものではない。少しも遠慮はいらぬ。現在において宮の望みは遂げさせなくてはならない。夫婦関係の解消した後に、 単に兄の子として保護してくれる行為はあるはずであるから、せめてそれだけを自分から帰宅された最後の義務に負ってもらうことにして反抗的にここを出ていく風でなくして、自分からかつて宮に分配した財産のうちに広くて立派な邸宅もあるのであるから、そこを修繕して済ませよう。自分がまだ生きておられるうちにそれらの処置をみなしておくことにしたい。 この院も妻としては冷ややかに見ても、今からの宮を不人情に放ってはおくまい。自分はその態度を見極めておく必要があるとおぼしめして。では私がこちらへ来たついでにあなたの受回を実行させることにして、それを私は見仏から義務の一つを果たしたことと見ていただくことにする。と仰せられた。 六条院はいかにお思いになった宮のご過失のこともお忘れになって、何となることかと心をお騒がせになって、悲しみにお答えにならずに、貴重の中へお入りになって、なぜそういうことをなさろうというのですか。もう長くも生きていない老いた夫をお捨てになって、天になどなる気になぜおなりになったのですか。もうしばらく気を沈めて、湯をお飲みになったり、 物を召し上がったりすることに努力なさい。出家をすることは尊いことでも、体が弱ければ不つつと目もよくできないではありませんか。ともかくも病気の回復をおはかりになった上でのことになさい。とお話になるのであるが、宮は頭をお振りになって、乙女になるのを恨めしく大思いになる風であった。何もお言いにはならなかったが、 自分を恨めしく大思いになったこともあるのではないかとお気がつくと、かわいそうでならない気が遊ばされたのであった。いろいろと宮の御意思を翻えさせようと因が言葉を尽くしておいでになるうちに夜明け方になった。見てらへお帰りになるのが明るくなってからでは見苦しいと法王はお急ぎになって、祈祷のために知している僧の中から尊敬して良い人格さばかりをお選びになり、 ふぶやえお呼びになって、宮のお串を切ることをお命じになった。若い森の美しいお串を切って仏の会をお受けになる光景は悲しいものであった。残念におぼしめして六条院は非常にお泣きになった。また法王におかせられては、巫女の中でもとりわけお大事におぼしめされた内心王で、誰よりも幸福な生涯を得させたいと思い遊ばされた法王。 未来の世は別としてこの世では儚い姿にお変えさせになったことでしおれておいでになって、たとえこうおなりになっても、健康が回復すればそれを幸福にお思いになって、できれば年図だけでもよくおなえしているようになさい。遠いになった因は、まだ暗いうちに六条院をお去りになることに遊ばされた。宮は今もなおお命がおぼつかないご様子で、 はかばかしくご父方を目想を遊ばすこともおできにならず、物も,もおげんわれにならなかった。夢を見ておりますようなことが起こりまして、心が混乱しております際で、昔のご工情をまたお見せくださいましたみゆきに感謝の意もまだ表してお目にかけることができませんような不都合さも、また私が伺ってお詫びすることにいたしましょう。 と六条院はご挨拶を遊ばされた。そしてこの院の役人たちをお寺へお見送りにお出しになるのであった。もう今日か明日かに終わるように自分の命の危険さが思われた際に、後に残して保護者もなく寂しくこの世を渡らせることが哀れまれてならぬ時に、ご本意ではなかったでしょうが、あなたへお託しさせていただいて、今までは安心していたのですが、 万日彼の命の助かることがありますれば、もう普通の人ではなくなりましたものが、人出入りの多い宮殿にいますことは似合わしく思われませんし、郊外の寂しいところへ住ませるのもさすがにまた心細く思うことでしょうから、その点をあなたがお考えくだすって住まいを移させることにしていただきたい。どうか今後も彼を念頭にお置きください。 と、法王がお言いになると、そんな大勢までも受けましては帰って私が恥じ入ります。自分の精神がよく統一されていくのを待ちましてすべてのことに前処いたしましょう。リンは実際悲しみに応えぬご様子であった。小屋の火事の時に物のけが人に移ってきて、どう、こんなことになってしまったではないか。 上手に一人を取り返したと思っておいでになる様子が悔しかったから、それからは気のつかぬようにしてこちらへ私は来ていたのだ。もう帰りますよ。と笑った。これによれば紫夫人を悩ましたもっけが、それ以来こちらへ憑いていたのであったか、あらゆる不祥事は彼がなさしめたのかもしれぬとお気づきになったとき、 女さんの宮がおかわいそうでならぬ気のされる院で終わりになった。宮のご用体は少し持ち直したようであったが、まだ危険状態を脱したとはお見えにならないのである。女房たちもご出家を遊ばしたことで失望した様子であったが、たとえこうなりになってもご健康さえ取り戻すことができればと、今はそれを院もお年じになって、手法もまた伸ばさせて、 油断なく祈らせることも遊ばしたし、その他のあらゆる方法もおとりになって、宮のお命の助かるようにとばかり苦心遊ばされるのであった。上門の神は六条院の宮のご出産から出家と続いての出来事を病床に聞いて、一層頼み少ない容態になってしまった。夫人の女二の宮をおかわいそうにばかり思われる江門徳は、助からぬ命に決まった今になって、 ここへ宮がおいでになることは軽々しく世間が見ることであろうし、父母が死従近くへ来ている病室では、自然お姿をそれらの近親者に見られておしまいになる隙ができることになってはもったいないと思って、どんな無理をしてでも一条の宮へもう一度行ってみたいのです。と言い続けるのであるが、両親は許さなかった。 エモン徳は誰にも自分の死後はこの宮をご保護申すようにということを頼んでいた。もともと宮の母君の宮須どこ所はこの結婚に不賛成であったのが、エモン徳の父の大臣の熱心な梱棒が法王を動かし立てつって、お許しになることになったものであって、六条院の日本の宮のご幸福のかんばしくなり噂などがお耳に入った頃には、 帰って二宮の方が将来の頼もしい夫を得たというものだ。と法王が仰せられると聞いたこともあったのに、なんという成り行きになることかと今は悲しむばかりであった。こんな風で宮様を未亡人にしてしまうのかと思いますと答えられません。あちらにもこちらにもお気の毒なことばかりですが、自分の心に任せないのが命ですから仕方もありません。 宮様の今後の寂しい生活を思いますと心苦しくてなりませんから、お母様は親切にしてあげてください。始終お世話をしてあげてくださいお母様。と神は母夫人にも言っていた。縁起の悪い話をしますね。あなたに死なれた後で、お母様はどれだけ生きておられると思ってそんな未来のことまでも言うのですか。と言って、 母はまず泣き入ってしまうので、レモン徳はよく話すこともできないのである。すぐ下の弟である左大弁に兄は詳しく宮の恩子とは遺言しておいた。善良な性質の人であったから、弟たちにも皆親しまれていて、末の方の弟などは親のように頼みにしているこの人が、遺言をしたりするようになったのを、誰も心細がらぬものはなくて、 家の使用人なども皆悲しんでいるのである。朝廷でも非常に大しみになって、いよいよ帰徳ということが天長に達すると、にわかに剣大納言に承認をさせになった。この感激によって元気が出てもう一度だけは三代をするかと帝脇しておいでになったのであるが、それをすることがもうエモン徳にはできなかった。ただ病区の中で背人の表だけを草して立てまつった。 大臣はこの調音の暑さを見てもさらに惜しく悲しく我が子が思われるのであった。左大将は常に親友の病を悼んで見舞いを書き送っているのであるが、商人の祝いを述べに真っ先に大臣家を訪問したのもこの人であった。エモン徳の住んでいる方のタイの門内には馬や車がたくさん来ていて、せわしそうに人々が出入りしていた。 今年には行ってからは起き上がることもあまりできないエモン徳であったから、体幹の親友を病室に招くことが遠慮されて恋しく思いながら会えないことを思うと残念で、神は、失礼ですがやはりここへ来ていただくことにします。この場合のことでやむを得ないとお許しくださるでしょう。と挨拶をさせて。 病室の床の近くに自している層などをしばらく外の方へ出して大将を迎えた。少年時代から隔てなく交際してきた間柄であったから、近く迫った死別の悲しみは大将にとって新兄弟の思いに劣らないのである。今日だけは証人の喜びで気分も良くなっているであろうとこの人は想像していたのであるが、期待は外れてしまった。 どうしてこんなにまた悪くおなりになったのでしょう。今日だけはめでたいのですから少し気分でも良くなっておられるかと思ってきましたよ。と言って、病床に添えた貴重の端を上げて中を見ると、全然私のようでなくなってしまいましたよ。と言いながら、エモン徳はエボシだけを体の下へ買って、少し起き上がろうとしたが、苦しそうであった。 柔らかい白の着物を幾枚も重ねて、余儀を上にかけているのである。病床の置かれた室は清潔に整理がされてあって感じが良い。こんな場合にも規律の正しい病人の性格がうかがえるようであった。病人というものは髪や髭も乱れるに任せて気味の悪いところもできてくるものであるが、この人の痩せ細った姿はいよいよ品の良い気がされて、 枕から少し顔を上げて物を言う時には息も今絶えそうに見えるのが非常に哀れであった。ご病気の長かったことから言えば、特別ひどく病人らしいお顔になったとも言えませんよ。平然よりも美男に見えますよ。こんなことを口では言いながらも大将は涙を拭っていた。同じ時に死のうなどと約束もしたではありませんか。悲しいことですよ。 あなたの症状は何がどうして悪くなったのだということも言ってくれるものがありませんから、親しい私でさえ何のご病気だか知らないのが頼りないことですよ。自分ではいつ悪くなっていくかわからずに来ましたよ。どこか苦しいと決まった幹部もないものですから、病が来うまで早く進行するとも思わないうちに渋滞になってしまったのですから。 私はもう今では何が何やら近くもなくなっている気がしています。惜しくもない私の命が祈りとか、願いとかの力でさすがに引き止められていることは苦痛なものですから、自身から早くなるのを望むようにもなって変なものですよ。私とすればこの世から去ってしまうことで、いろいろな耐え難い気持ちのすることもそれは少なくありません。 親への孝行も中途までしかしてありませんし、私自身のためにも遺憾なことはありますが、そうした一切のことよりも大事な反問を私は抱いているのです。この命の末になって他へ漏らす必要はないとも思いますが、やはり自分一人だけで思っているには答えられないのでもあるのです。身内のものはあっても、その人たちに言い出す勇気を私は持っていません。 それであなたにだけ言わせていただきますが、私が六条院様の感情を損ねているらしいことがありましてね、それを苦しんで心の中でお詫びをして暮らすうちに病気のようになってしまったのですが、お招きがありまして、あの法王様の外縁の死学の日に伺いました時に、お目にかかったのですが、なお許していただけないご感情のあるのをお顔で私は知って、 それからの私はもう生きていることがはばかりのあることのように思われ出して、憂鬱な気持ちで暮らしてきたのですが、その際に受けた衝動が強かったために、立ちがたい衰弱に自分で自分を導いてしまったのですよ。自身の無能なことは承知しながらも少年時代から深くご信頼して、誠心誠意この方のためにお尽くししようと決心していた私ですが、 中傷したものでもあったろうかと、死んで残るこの問題への関心は無論ごせの王女の妨げになるだろうと思っていますが、何かの機会にこの話をあなたは覚えていてくださって六条院へ弁明の労を取ってください。死にましてからでもこのお取りなしがいただければ私はあなたに感謝します。信頼なごんはこう語るうちにも病苦の耐え難いもののある様子も見えて、 大将は悲しんだのであるが、その話について思い当たることが、この人にあっても、不確かな断定はそれでできない気がした。あなた自身の誤解ではないのですか少しもそんなご様子を私は見受けませんよ。あなたのご病気の重くなったことでご心配をしておられて、いつも遺憾がっておいでになりますよ。そんな反問をあなたがしておいでになるのなら、 なぜ今までに私へ行ってくださらなかったのでしょう。私が及ばずながら双方の誤解を解いてあげるのでした。もう間に合いませんね。取り返したいように大将は残念だった。そうですよ。少し良い時もあったのですから、そんな時にご相談をすればよかったのです。自分自身でわからないのが命にもせよ。 まさかこんなに早く終わろうとは思わなかったというのも儚いわけですね。このことは絶対に誰へもお話にならないでください。良い機会に私のためにご好意のある弁解をしていただきたいと思ってお話ししただけです。一条にいらっしゃる宮様には何かの時にご好意を寄せてあげてください。お聞きになって法王様がご心配を遊ばさないように。 ご生活の上のことも気をつけてあげてください。などとも大納言は言った。もっと言いたいことは多かったであろうが、我慢のならぬほど苦しくなったエモンの髪は、もう帰れと手を振ってみせた。家事をする僧などが近くへ来て、母の夫人や大臣も出てくる風で、騒がちくなったので大将は泣く泣く自死去った。同胞である院の女房は元より、 妹の一人である大将夫人もエモン徳のことを非常に嘆いていた。誰のためにも良き兄であろうとする善良な性格であったから、不大臣夫人などもこの人とだけは今まで非常に親しんでいて、今度も玉カズラは心配のあまり自身の手でも祈祷をさせていたが、そうしたことも不死の薬ではなかったから効果は見えなかった。夫人の宮にも姉妹にお会いできないままで、 泡が消えたようにエモン徳は死んでしまった。今まで愛情の点では悲劇すべき点もあったが、形式的にはよくご待遇をして、あくまでご効果を得た夫人として敬意を失わない優しい夫であったのであるから、恨めしい思いを格別見合わいておいでにならなかった。 こんな短命で終わる人であったから何にも興味が持てない寂しい風を見せたのであったかと追走遊ばされるのが悲しかった。見やすどころも早く不幸な未亡人に宮のおなりになったことを悲しんでいた。エモン徳の死で大臣と夫人はまして言いようもない、悲嘆に沈んでいた。自分が先に死ぬのが当然なことであるのに、あまりにも道理に外れた死であると泣き焦がれているが、 それが何の斐のあることとも見えなかった。女三の宮はエモンの髪の恋を苦しくばかり大思いになって、長く生きていようとお望みにならなかったのであるが、死の方をお得になってはさすがに物哀れなお気持ちになった。若君を自身のこのようにエモン徳は思っていたが、エモン徳の死にお会いになってみると、神秘な関わりもある気が遊ばされて、 エモン徳が信じていたことが本当であったかもしれぬと思われになり、いよいよご自身の運命の悲しさにお泣きになるのであった。3月になると空もうららかな日が続き、六条院の若気味のイカの祝い日も来た。色が白くて、美しい可愛い子でもう声を出して笑ったりするのであった。銀がおいでになって、もうさっぱりした気分になりましたか。 でもご回復になった回もありませんね。今までのあなたでこうして欲をなりになったのを見ることができたらどんなに嬉しいだろう。あなたは冷酷に私を捨てておしまいになりましたね。と涙ぐんで恨みをお言いになった。毎日こちらのご殿へおいでにならぬ日はなくなって、こうした今になって最上のお扱いを遊ばされるのであった。 50日の儀式に母君が甘姿でおいでになるのは、若君の将来を祝うことに不都合ではないかという意見を持つ女房たちもあって、どうしようかと言われているところへ因がおいでになって、少しも差し支えない。若君が女であれば母君の運命にあやかってはならないとも考慮すべきだが、遠いになり、 南向きの座敷に若君の小さい席を設けて祝い膳が備えられた。新しい目の戸たちは皆華やかな服装をしていて、お前部から女房たちのためのお料理の盛られた器までかいれいな感じのする式場であった。真相を知らぬ人々の寄贈したおびただしい祝品のあるのをご覧になっても、 この誤りを正しくしがたい心苦しさから恥ずかしくばかりおなりになる因であった。甘宮も起きておいでになった。切り揃えられた髪の先が厚くいっぱいに広がるのを苦しく大思いになり、額の毛などを後ろへなでつけておいでになるときに、因は基調を横へ寄せてそこへお座りになると、宮は恥じて横の方へお向きになったが、以前よりも一層小柄にお見えになって、 髪は樹海の日にお扱いした層が惜しんで長く残すようにして切ったのであるから、ちょっと見ては普通の方のように思われた。次々に濃くしたニビのいくまかをお重ねになった下には木味を含んだ薄色の一柄をお着になって、まだ甘姿になりきってはお見えにならず、美しい子供のような気がしてこれが最もよくお似合いになる姿であるとも縁に見えた。 墨染めという色は少し困りますね。どうしても悲しい色でね、目がくらむ気がします。こうなりになっても一緒に暮らすことができるのだからと思って、自ら慰めようとしていますが、まだ今でも涙だけは諦めてくれずに流れ出すので困りますよ。こんな風にあなたに捨てられたのも、私自身の罪であると考えられることも苦痛の極みですよ。 取り返せないものだろうか。と今ご短索を遊ばして、本当の天の気持ちになっておしまいになれば、それは病気のためでなく、私が嫌におなりになったためにそうおなりになった気もして、私は情けないでしょうよ。やはり私を愛してください。こう言いになると、この境地にいては人を愛したりすることができないものだと聞いていますもの。 まして私などは初めから愛するということがわからなかったのですから、どうお返事を申し上げればいいか存じません。富屋はお返事を遊ばされる。仕方のない方ですね。お分かりになることもあるでしょうが。と言いさしたままインは言葉をお切りになって、若君を見ようと遊ばされた。目のとには貴族の出しの人ばかりが何人も選ばれてついていた。 その人たちを呼び出して、若君の取り扱いについての注意をお与えに因はなるのであった。かわいそうに未来の少ないおいた父をもって、遅ればせに大きくなって行こうとするのだね。と言って、お抱き取りになると、若君は心よい笑みをお見せした。よく太って色が白い。大将の幼児時代に思い比べてご覧になっても似ていない。 女御の宮門は皆父御の方によく似ておいでになって、王者らしい僧帽の気高いところはあるが、ことさらを美しいということもないのに、この若かりは貴族らしい上品なところに愛嬌も沿っていて、目つきが美しくよく笑うのをご覧になりながら陰は愛情をお感じになった。思いなしか知らぬが声もん中身によく似ていた。 これほどの幼児でいてすでに気公師らしい立派な目つきをして縁な感じを持っていることも普通の子供に違っているのである。母の見合わそうであるとも確かには分かっておいでにならなかったし、その他の人は元より気のつかぬことであったから、ただ因を一人の心の中だけで、哀れな因縁であると個人のことを考えておいでになると、 人生の無常さも次々に思われて涙のほろほろとこぼれるのを、今日は祝いの式ではないかと恥じてお隠しになり、58をうまさにのちあり静かに重ふに喜びにたへたりまた投げにたへたり、とお歌いになった。58から10を引いたお年なのであるが、もう晩年になった気が遊ばされて白楽天のその死の続きの、慎しみてぐわんぐなんじの父ににるなかれ、 を歌いたくおぼしめしたかもしれない。あの秘密に預かったものがここの女房の中にいるはずである。その人たちは自分を愚人として侮蔑しているのであろうと思われになることは不快であったが、自分のことは忍んでもよいが、宮をその人たちはどう思っているかという点までを思うと、宮のためにおかわいそうであるなどと因は大思いになって、 あくまでも知らぬ顔を続けておいでになるのであった。無邪気に嬉しそうな声を立てる若君の目つき、口つきは知らぬ人に分からぬことであろうが、自分が見れば全くよく似ていると思いになる因は、親たちが子供でもあればよかったと言って悲しんでいるのに、これを見せてやることもできず、秘密なところにこの子だけを片身に残して、あの思い上がった男が、 自身の心から命を縮めて死んだかとエモン徳が哀れに大思われになって、失敬なことであると罪を憎んでおいでになった感情も消え、泣かれておしまいになるのであった。女房たちがいつの間にかお今を出てしまったのをご覧になってから、陰は宮の近くへお寄りになって、この人を何と思うのですか。こんなに可愛い人を置いて、この世をよくも捨てられましたね。 冷酷ですよ。と不意にお言いかけになった。宮は顔を赤めておいでになった。だが世にか種は牧師と人といはバが岩根の松は答えへん。かわいそうですよ。ともそっとお言いになったが、宮はお返事も遊ばさずにひれ伏しておしまいになった。もっともであると思いになって、強いて物をお言わせしようとも遊ばされない。どんなお気持ちでおられるのであろう。 奥深い感情などは持っておられぬが、巨神兵器でおいでにはなれないはずであると想像ができるのも心苦しいことであった。大将はエモンの神が思い余って自分に漏らしたことはどんなわけのあることであろう。個人があれほどまで弱っていない時であったなら、自身から言い出したことなのであるから、もう少し確信に触れたことも聞き出せたであろうが、 もうあの際であったのが折りを得ないことで残念であったなどと考えていて、兄弟たち以上にこの人は個人を恋しがっていた。女ちゃんの宮がにわかに出家を遂げられたことも何か役のあることらしい。相対病でも終わりにならなかった方を、院が何の講義も遊ばされずに甘にさせておしまいになって良いはずはないのである。二条の院の夫人があの渋滞になっていられた場合に、 なくなく許しを壊れたのさえもう拒みになったのであるからというようなことも対象は考えられ、レモン徳の問題と女さんの宮のご出家とは関連したことに違いないということに思いは帰着した。昔から宮を大思いしていて、忍び余るような物思いの影を自分などに見せたこともある人である。自省していて上辺だけはあくまでも冷静で、 この人の心には何を思っているのかと伺うのに苦しむほどであったが、感情に負けるところがあって、あまりに彼は弱い男であった。どんなに優れた恋人であっても、許されない恋に強熱を傾け、最後に身を誤るようなことをしてはならないのである。一方の人のためにも気の毒なことであるし、彼が自身の命をそれに捨てたのも賢明なことではない。 皆前将の因縁とは言いながらも、やはり軽率なことであったと、大将は自身一人で思っていて夫人にも話さなかった。また良い機会もなくて因に個人の心をお伝えすることもまだ果たさなかった。大将としてはまたそれを話し出した時に秘密の全貌の見られることも願っているのであるから後期は容易に見出せないのであるらしい。 古代ナゴンの父母は涙の晴れ間もないほど悲しみに溺れて暮らしているのであって、日の立つ数もわからなかった。法事などの用意も子息たちや婿君たちの手でするばかりであった。供養する教官や仏像も次男の左大弁が主になって作らせていた。7日7日の図教の日が次々来るたびに、その注意を子息たちがすると、 もう一切何も聞かせないようにしてくれ。あれに関した話を聞けばまた悲しみが湧くばかりだから、かえってあれの行く道を妨げることになる。というだけで、大臣も死んだ人のようになっていた。一条の宮はまして終わりの病床に見ることもおできにならないままで夫を死なせておしまいになったというお悲しみもあって、 その後の日の重なるにつけて広いお屋敷はますます寂しいものになって、お召し使いの人たちも減っていくばかりであった。ダイナゴンの恩恵を受けていた人たちだけは、個人の未亡人の宮に今も敬意を表しに来ることを忘れなかった。大していた高狩りの高とか、 馬とかを預かっていた侍たちは頼るところを失ったように力を落としながらも寂しい姿で出資しているのがお目には行ったりすることなども宮のお心を悲しくさせた。たならしていた今の道具類、四重引いていた美は、ワゴンなどの、今は糸の張られていないものなどもご覧になるのが苦しかった。庭の木立ちが煙。 時を忘れずに花の咲こうとするのをお眺めになっていて寂しかった。女房たちも皆も服姿になっていて、あらゆるものから受ける印象が物哀れであったある日の昼頃に、高い前句の声がしてお屋敷の門に止まった車があった。ぼんやりしていますとお亡くなりになった殿様がおいでになったのかと思いますよ。と言って泣く女房もあった。 それは左大将が訪問してきたのであった。まず訪問の意を通じてきた。いつものように大納言の弟の左大弁とか、賛義とかの来訪したのかと屋敷の人は思っていたところへ、品が良くて綺麗な風彩で身の取りなしの優れて立派な大将が入ってきたのであった。中央の間に続いた南向きの座敷に席を作って客は迎えられた。 普通の人たちのように女房だけが出て応接をするのは失礼であると言って、宮の母君の見やすどころがあった。あの不幸な友人を悲しみます心は身内の人たち以上ですが、形式的にはそれだけの志も見せられないのでございました。臨終の頃私へ託しましたこともありますから、宮様に対して十分の好意を私はお持ちしております。 誰にも死は巡ってくるはずですが、しばらくでも後へ残りました以上は友人の縁故でできますだけのお世話を申し上げたいと思いまして、もう少し早く伺うつもりだったのですが、神事などで御所の中の忙しい頃に職への羽ばかりに引きこもらなければならなくなりますのもいかがと遠慮がいたされましたし、 またお庭へ立たせていただくような伺い方は私の心も満足できることでないと思いまして、つい日を立たせてしまったのでございます。大臣などのお嘆きの深いのを聞いておりますが、親子の愛情とは別なご夫婦の間でいらっしゃった宮様を、個人があんなに気がかりに考えておりましたことを思いますと、 宮様の方でもお悲しみになっていらっしゃる程度もどれほどのことかと恐れ察されましてご同情に答えません。こう語っているうちにも大将はたびたび流れる涙を吹いていた。生命な気高さがあって、しかも美しく縁な姿を大将は持っていた。宮寸どころも鼻声になって、悲しいのが無常の世の常と存じまして。 悲しいことはまだ他にもいろいろあるのを思いまして、私たち念の言ったものは強いて気を強く持とうと努めることもいたしますが、宮様はまだお若いのでございますから、悲しみに沈みきっておしまいになりまして、同じ世界へ行っておしまいになるのではないかと危険でなりませんほどのお嘆きをしておいでになります。不幸な生まれの私が今まで生きておりまして、ダイナゴンをお死なせしたり、 宮様を未亡人におさせしたりしていく運命をじっとそばで眺めていねばならぬかと苦しゅうございます。近いご親戚関係でいらっしゃいますから、もうお聞きお呼びでもございましょうが、私はこのご結婚談の最初からご賛成は申し上げていなかったのでございますが、大臣が熱心にご運動をなさいましたし、また法王様もお許しになる様子でございましたから、 それではその方がよろしいことで、私の考え方は間違っていたのかと考え直しまして、とうとうご結婚をおさせ申したのでございますが、こんな夢のような不幸が起こってくるのでございましたら、もっと自分の信じましたところを強く主張しておれば、宮様をこうした目にお合わせせ,せずに済んだはずであると残念でなりません。 私は初めから宮様方はよくよくのご因縁のあることでなければ結婚などは遊ばしてはならないものである。神聖なものとして大きも押し上げたいと昔風な心に願っていたのでございますから。今などちらつかずのご不幸なお身の上におなり遊ばした以上は、いっそ悲しみでお亡くなりになるのもよろしからう。不幸な宮様としてお残りになるよりはなどとも思いますが。 さてそうも諦めきれるものではございませんから。やはり悲しんでばかりおりましたうちにも、ご親切なご疑問のお手紙を始終をいただきになるようでございますから、ありがたいことと存じておりまして、こうしていただけるのも個人が特に宮様のことでお頼みされたことがあったのかと、必ずしもご愛情の見えるご両人ではなかったのですが、 最後にどなたへも宮様についての遺言をなさいましたことで、悲しみにもまた慰めというもののあるのを発見いたしたのでございます。と言って、宮すどころはひどく泣き入る様子であった。大将もそぞろに誘われて泣いた。昔は不思議な冷静な人でしたが、断命で亡くなるせいか、この2、3年は非常に目いって見える時が多くて、 心細い風を見せられましたから、あまりに人生を考えた末に悟ってしまった成長な心境というものかもしれぬが、それでは今までに持っていた優れた良さが消えてしまうことにならないかとも不安に思われると、小賢しく私が時々忠告らしいことをしますと、あの人は私を哀れ無用な表情で見ていました。 何よりも宮様のお悲しみになっていらっしゃいますご様子を受けがいまして、もったいないことですが、おいたわしく存じ上げます。などと懐かしい風に話して、しばらくして大将は去っていこうとした。エモンの髪はこの人より5つ6つの年長であったが、彼は極めて若々しく見えて、女性的な柔らかさの見える人であったが、これは重々しく丹精で、 しかも顔だけはあくまでも美しいのを、若女房などは悲しさも少し紛れたように興奮して、帰って行こうとする大将の姿に眺め入った。前の庭の桜の美しいのを眺めて、深草の延べの桜指針あらば今年ばかりは墨染めに避け、と口へ出てくる大将であったが、甘姿を言うようなことはここで言うべきでないと遠慮がされて、 春ごとに花の森はありなメドあひけんことは命なりける、と歌って、よりよりしあれば変腹の色ににほひけり片へ折れたる宿の桜も、と自然な風に口ずさんで、花の下に立ち止まっていると、見やすんどころはすぐに、この春は柳の目にぞ玉はなくさき散る花の幾くへ知らねば、という返しを書いてきた、高い彩色の見えるほどの人ではないが、 前には最女と言われた行為であったのを思って、評判通りに気の利いた人であると大将は思った。大将はそれから打上大臣家を訪問したが、子息たちの幾人家が出て、こちらへと案内をしたので、大臣の離れ座敷の方へ行っては不遠慮でないかと躊躇しながら入って行ってシュートにあった。いつまでも淡麗な大臣の顔も非常に痩せ細ってしまって、 髭なども反らせないで伸びて、親を失った時に比べてこう死なせた後の大臣は衰え方がひどいと世間で言われる通りに見えた。顔を見た瞬間から悲しくなって流れ出した涙がいつまでも続いて流れてくるのを恥ずかしく思って大将はおし掛しながら、一条の宮をお尋ねしてきた話などをした。初めから湿っぽい風であった大臣はさらに多くの涙を見せて、 個人の話を婿としあった。懐が見え一条の見やすんどころが書いて渡した歌を大将が見せようとすると、目もよく見えないが、と涙の目をしばたたきながらそれを読もうとした。見えも思わず目のためにしかめている顔は、平静の誇りに輝いた時の面影を失って見苦しかった。歌は平凡なものであったが、玉は抜く。 という言葉は大臣自身にも通説に感じていることであったから、相あわれ胸涙が流れ出る風で、すぐにまた言うのであった。あなたのお母さんが亡くなられた時に、私はこれほど悲しいことはないと思ったが、女の人は世間と交渉を持つことが少ないために、不意にいろんな言葉が自分の痛い傷に触るというようなこともなくて、 今度のような苦しみをその後で感じることはなかったものです。賢くもありませんでしたが、朝廷の御恩を受けて地位を得て行くに従って彼の庇護を受けようとする者が次第に多くなっていたのですから、彼の死に失望をした者も,も随分あるでしょう。しかし親である私は、そんな風に勢力を得ていたのに惜しいとか、理がどうなっていたかというようなことではなくて、 平凡な息子である裸の彼が耐え難く恋しいのです。どんなことが私のこの悲しみを慰めるようになるのでしょう。それはあり得ることとは思われません。大臣は空間に向いて探索をした。夕方の雲が二尾色に霞んで、桜の散った後の小にもこの時初めて大臣は気づいたくらいである。見休んどころの歌の神へ。 この元の雪に濡れつつ酒島に霞の頃も来たる春かな。と書いた。大将も、亡き人も思わざり剣打ち捨てて夕べの霞くんぎたれとは。と書く。左大便も、フラメシや霞の頃もたれ清と春より先に花の散り剣。と書いた。ダイナゴンの法事は非常に盛んなものであった。 左大将夫人が兄のために捧げ物をしたのは言うまでもないが、大将自身も真心のこもった捧げ物をしたし、図教の寄付などにも並々ならぬ友情を示した。左大将は一条の見合い四十見舞いを言い送っていた。四月の初夏の空はどことなく爽やかで、あらゆる木立ちが一色の緑を作っているのも、 寂しい家ではすべて心細いことに見られて、宮の御星が悲しい退屈を覚えておいでになる頃にまた左大将が来訪した。植え込みの草などもすでに青く伸びて、直砂のままには強いよもぎが広がり帰っていた。連戦に対する趣味を大納言は持っていて、美しくさせていたものであるが、 そうした植え込みの寒木類や花草の類もガサツに枝を伸ばすばかりになって、市村すすきはその陰に泣く秋の虫の根が今から想像されるほどはびこって見えるのも、大将の目には物哀れで湿っぽい気分がまず味わわれた。物家としてミスに変えてイオスがかけ渡され夏のに変えられたのも二尾色の基調がそれにすいて見えるのが目には涼しかった。 姿の良い綺麗な道場などの濃い鈍色の風見の端とか、後ろ向きの頭とかが少しずつ見えるのは感じよく思われたが、何にもせよ鈍色というものは人をハッとさせる色であると思われた。今日は宮のお座敷の縁側に座ろうとしたので敷物が内から出された。例の話し相手をする宮こ所に出てくれと女房たちは勧めているのであったが、 この頃は体が悪くて今日も寝ていた。見休んどころの出てくるまで、何かと女房が挨拶をしている時に、人間の思いとは関係のない風に心よく青々とした庭の木立ちに大将は眺め入っていたが、気持ちは悲しかった。柏の木と楓が若々しい色をして枝を差し交わして立っているのを指さして、大将は女房に、どんな因縁のある軌道士でしょう。 枝が混じり合って信頼を仕切っているようなのがいい。などと言い、さらにミスの方へ寄って、ことならば奈らしの枝にならさ何羽森の神の許しありきと、まだミスの隔手をお覗きくださらないのが遺憾です。といった、一段高くなった部屋の投げしへ外から寄りかかっているのである、柔らかい形をしていらっしゃるときに、また別な美しさが終わりになりますよ。 と女房らは囁き合うのであった。今まで話していた少将という女房を取り次ぎにして宮はお返事をおさせになった。柏木にハモリの神は今すとも人ならすべき宿の小か。突然にそうしたお恨みを追いかけになりますことでご行為が疑われます。と伝えられたお言葉に道理があると思って大将は微笑した。 その時に宮寸どころがいざってくる気配がしたので大将は少し居住まいを直した。世の中のことをあまりに悲しく思い過ごしますせいですか。体の具合が悪うございまして、ボケたようにもなって暮らしておりますが、こうしてたびたびのご親切なご訪問に力づけられまして出てまいりました。と宮寸どころは言ったが、言葉通りに病気らしく感じられた。 個人をお悲しみになりますことはごもっとも至極なことですが、しかしそんなにまで深くお嘆きになってはよろしくないでしょう。この世のことは皆前生からの決まっている因縁の現れですから、そう思えばさすがに再現もなく悲しみばかりの続くものでないことがわかると思いますが、などと大将は慰めていた。この宮は以前噂に聞いていたよりも優美な女性らしいが、 お気の毒にも夫にお別れになった悲しみのほかに、世間から不幸な人におなりになったことを哀れまれるのを苦しく思っておいでになるのであろうと思う同情の念がいつかその方を恋しく思う心に変わってゆくのを自ら認めるようになった大将は熱心に宮のご近所などを見休んどころに訪ねていた。ご気量はそうよくは終わりでならないであろうが。 醜くて気の毒な気持ちのする程度でさえなければ、外見だけのことでその人が嫌になるようなことがあったり、他の人に心を移すようなことは自分にできるはずがない。そんな恥知らずなことは自分の趣味でない。性格の良し悪しで尊重すべき女と、そうでない女は分けらるべきであるなどと思っていた。もう心安くなったのですから。 絵門の髪をお取り扱いになりましたごとく、私を他人らしくなくご待遇くださいますように。などと、恋を表しているのではないが、持って欲しい行為を年頃に要求する大将であった。その脳氏姿は清楚で、背が高く立派に見えた。六条院様は懐かしく縁な美貌で、そしてお品の良い愛嬌が無類なのですよ。この方は男らしく華やかで、 ああ、綺麗だと思う第一印象が誰よりも優れておいでになりますよ。などと女房たちは言って。叶うことなら宮様の殿様におなりになって死終をおいでくださることになればいい。こんなことまでも思ったに違いない。右将軍が墓に草始めて生死、と大将は口ずさみながらも、この死も近頃行った人を悼んだ死であることから。 死の中の右将軍の惜しまれたと同じように、世人が上下こぞって惜しんだいくつきか前の友人の死を思うのであった。帝も音楽の遊びを催される時などには、いつの場合にもエモンの髪をごついよく遊ばすのであった。ああ、エモン徳が、という言葉を何につけても言わない人はないのである。六条院はまして個人をおわれみになることが月日に添えてまさっていった。 宮の若君を陰のお心だけではエモン徳の形見と見ておいでになるのであるが、誰も、この形見のあるのは知らぬことであったから、何者からも面影を捉えることは不可能だと思ってエモン徳を悲しんでいるのであった。秋になった頃からこの若君は灰などなさる様子が言いようもないくらい可愛いので、陰は人前ばかりでなく、真から愛しくて、 いつも抱いて大事になさるのであった。定本、全訳源氏物語、中巻、角川文庫、角川書店。1971、昭和46、年11月30日開版初版発行。1994、平成6、年6月15日39版発行。このファイルは、古典総合研究所、http、www。 Genji, CO, JP で入力されたものを青空文庫形式に改めて作成しました。構成には2002平成14年1月15日44版を使用しました。入力上田秀夫構成鈴木厚氏2004年2月7日作成青空文庫作成ファイルこのファイルは インターネットの図書館、青空文庫、http、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。